レミントン・アームズはアメリカ合衆国の銃器メーカー。小銃、ショットガンなどとそれらに使う弾薬を製造する。かつては拳銃でも有名だったが、現在のラインナップでは1911と新製品の R51 程度に止まっている。サーベラス・キャピタル・マネジメントが所有するフリーダムグループの一部門で2015年にフリーダムグループは レミントンアウトドアカンパニーに改名した。2018年2月12日に、レミントンアウトドアカンパニーのリストラが完了した、時点で保有権を手放す意向、そして、連邦倒産法第11章の適用も、検討していることを明らかにしており、同年3月25日付で適用を申請して、経営破綻した。1816年、 創設者であるエリファレット・レミントンが自分用のライフルを作り、それを見た射撃仲間が彼に同様のライフルを作るように依頼したことが始まりとされている。創業時の社名は E. レミントンサンズ。レミントンはアメリカ最古の民間銃器メーカーでもある。1896年、スポーツ用品メーカーのマーカス・ハートレーパートナーズに買収された。1912年、 マーカスの子会社で、アメリカ最大手弾薬メーカーのユニオンメタリック、カートリッジと合併し、銃器、弾薬メーカーのレミントンアンクとなった。その後も何度も買収され、2007年にサーベラス、キャピタルマネジメントに買収され現在に至る。ウィンチェスター社などと並び、アメリカにおける、狩猟用ライフルや、ショットガンの大手であり、現在は狩猟用三弾銃の部門において最も、 売上を伸ばす企業となっている。また、弾薬の開発や生産も行っており、有名な44マグナム弾は、レミントン社がスミスウェッソン社と共同開発したものである。以前は日本で電気シェーバーを発売していたこともあった。デリンジャー M700M870M1100。ありがとうございます。